校リンク高校ダニエル。まずはバトルのビートを聞きましょう。 DJ マービー Running。2曲目いきましょう。 DJ マービー Running。OK、リンクビートはマービーさんでお願いします。いや、両方マービーや。2本目だよ。2本目で、OK。 2本目、小説数は8の4か16の2。8の4。 DJ はマービー。1曲目先行リンク高校ダニエル。これがベスト4第2試合。 DJ マービー Run it。Yo、 もうここまでベスト4来てマッサージ投げるわけにいかねえよ。だからお前も殺す覚悟、もう一回言う、これ町の代表決める決定戦だぜ。お前らそんなバイブスまだ物足りないっしょ。明けに来たここ次回一回そう、今日も楽しませろミッドナイト。 Yeah、 俺の最高順位は埼玉ベスト8だった。4年前、マービーさんの DJ タイムでも全然上がれなくて、フットは軽くなった、いやフットが重くなったまんま、ショーって気持ちを分かったからさ、お前とも楽しいセッション、それだけじゃなくてセッション、いや、それだけ、これはフライ、血のついた埼玉でどこまで飛べるの。よいよ、これはセッションだぜ、ディスライキ一生、お前のことも首かれてワンショー、よ、このショーケース、お前終わったら帰るのみです、よ、アルコールを飲んで、家に帰っててください、俺は優勝してホーミーと開けるシャンパン、それに限るだろ、埼玉、あん大粒小江戸に投稿、そのルール学んできてんだろ、わからんやつだけレスティンビスケットドランカー今宵すら DDD。 あら、yeah、 遊びながら俺は楽しめない、辛い思いなんてことしたくはねえ、ノーペインでゲインだぜ。よう、テキラアルコール6社杯、今日優勝すんのは俺じゃない、あん決めに来てるってことだ、お前の生半可、俺のペースに飲まれてるのが分かってるぜ、いつものダジャレがまず言えてません、あん俺に対してアンサー1個ぐらい返してみてよ、アンちゃん、ちゃんと返してるじゃん、そこら辺の会話が喧嘩や退路に変わっちまう、大満足それ知らない、俺は俺のやりたいことをやるよ、ごめんな、I'm sorry 言葉放置、今日も上げてきた裏はホーミー、 Yeah ラップ俺だけ治安いいとこから悪い音楽で上がんだぜ。 Yo yo なんつかと一緒で立ち往生、俺なら末期症状マイクフォンオン、これで上げに来てんだよ、頭の脳みその回転数よほど俺の方がハイセンス、 Yo つまり俺はマイレップ、わかるだろ、いつでも各駅停車、俺が俺だけのあるべきテーマ、マイレップなんて教科書一ページ目、お前もそんなこと言わねえでくれよ、イェ、末期症状ガンの患者、贋作高みの見物でガンショット、ワンショット一撃で終わらすかどうかなんて知らねえよ、イェ、ない興味が、フロムは大宮、もう終点が見えてきたぜ、終了、イェー、拍手、OK、 それでは勝者を決めましょう。先行リンクがやばいと思ったやつ、OK、 高校ダニエルがやばいと思ったやつ、おお結構いい勝負ですね。どっちかに両手あげましょう。先行リンク、高校ダニエル、あれクッパくんどこ行った、あれいない、先行リンク、高校ダニエル、いや、まずはリンクかな。それではジャッジの方に行きたいと思います。 Ready ジャッジ、延長、いや入れ替わって先行ダニエル高校リンク、
これがベスト4延長戦。まずは延長のビートを聞きましょう。 DJ マービー Running。オッケー、もう一曲いっとく？もう一曲ある？ Run it。オッケー。2本目、小説数は8-4。入れ替わって先行ダニエル高校リンク、これが延長戦。 DJ マービー Run it。 約何年経っただろうな、俺とお前が立ってどれだけ埼玉で悔しい思いして、忘れねえ、ジースターもベースも潰れても後ろで変わらずマービーだぜ。思い出話、メモリのジーガーを引くつもりもねえ、前を見なきゃ歩けねえが後ろ見ねえと精神が保てねえ。Yo、 俺が優勝してる時はいつも後ろにマービー、分かってるだろ、だからそれを今日は再現。勝てないぜ、しょうがない、俺の対面。難しかったな、まあ焦るつもりもない、下を向いちゃって何考えてんだ、頭をほぐして柔軟体操、バツを巻こう。 Yeah、 上を飛ぶ前に下向く準備して何が悪いんだよ坊や。 Yeah、 言葉だけ高みの見物、ガンショット、鳩にもハートにも射抜かれねえんだぜ俺は。Yeah、 俺は俺のスタイル、そこなこと、ホットな風、クールな風、鷹も進めよ、わてば不足になるぜベイビー。 Yo yo yo、 詰まっちゃってる俺のペース。 Yo、 お前がいつものゾーン、持ってきたネタでファンショット、それお前今何回言ってんの、うん、そのネタをほぐしてバツみたいに裏巻きで再生したらクラスティック生まれるかも、ここでインダハウスベイビー負けられねえ。あいつは裏向き、俺は表向きはペコペコしてるけどな、昼間は働いてんだ、発達する文明、俺のラッピングは昼と夜のトゥーフェイス。分からせる、お前も働き始めたんだったな、時が経ったな、オリンピックみたいじゃねえけど、4年に一度は魂が上がる時が来る。よいよ、俺が仕事してる、今仕事もしてねえよ、マジで何もできねえ、ろくでなし、いえ仕事してる MIC と違う、握ってるこれでお前のことを突き刺しに行くぜ間違いなく、うん、仕事しててお前は偉いね、俺は仕事もせずに揺れてる分発、これがきっかけ、負けられねえじゃん。別に偉いって言われるためにそういうこと言ったわけじゃない、等身大のライフ、ただそれを語りたい。しょうがないだろ、お前のブルースがろくでなし、俺は土日の夜にべしゃり暮らし。いや、そういうとこから奏でてく、ルーキーからだいぶ兄弟が立ったな、ラブニーやクッパさん、兄や増えたようなところだよ、身長はそれだよ。よいよ、俺はろくでなし、だから日銭暮らし、間違いないだろ、ストリートヒップホップってどういうこと、こいつに埼玉予選取らせたくねえ。上げに来てるバイブスとギアが違うってことだ、準決勝ここまで来れてよかったな、次に行くのは俺だ。終了、それでは勝者を決めましょう。先行ダニエルがヤバいと思ったやつ、後攻リンクがヤバいと思ったやつ、まずはダニエル。それではジャッジの方に行きたいと思います。 Ready ジャッジ、勝者ダニエル、リンクにも大きな大きな拍手。